今日のイカした偉人は平塚雷鳥。女性による女性のための雑誌政党を出版し、女性の自由地位向上に尽力しました。そんな雷鳥は22歳の時、文学の講師であった森田宗平と出会い恋に落ちます。あ、ちなみに宗平には妻も浮気相手もおりました。宗平はとある小説で男女2人が心中するというラストに憧れて、雷鳥と雪山で心中を図ります。しかしわがままボディの宗平は雪に埋もれてしまい、身動きが取れずそのまま疲れ果ててしまい、その姿に雷鳥も覚めて心中は中止になりました。翌日2人は捜索隊に発見され、この心中未遂事件は新聞にも大きく掲載されました。皆さんは小説や漫画に影響されてこんなことしてしまったなどの黒歴史はありますか？ぜひ教えてください。ではまた。